よーかじっこちゃんばー、タイポンです。それでは、竹下久保選手キャリア実況やっていきたいと思います。はい、ということで、今回、アウェイでソシエダ戦。まあ、前回言ったように、この次が、ソシエダの戦の次はカップ戦かな？なんで、まあ、そこ、この2つに関してはね、ちょっとこの2戦に関しては、前半で終了にしていこうかなと思います。じゃあ、今年はこれでいきましょう。ラリーガサンタンデー。レアルソシエダ。バルセロナ。ちょっと含みを持たせた言い方ですね、今回は。さあ、行きましょうか。アトレティコの勝ち点差が4だったんだけど、どっかでつまずいたかな。でまだリーグ戦そんなにやってないもんね。つまずいてくれると嬉しいんだけど、追いつけるから、とりあえず。いや、マジちょっとバルセロナ移籍正解だったな。なんか楽しいわ。俺の気持ちがすごい、なんか高揚したというか。あ、やべ。危ない。はい。メッシに出してあげて。デヨング。打っちゃうんです。惜しい。よし。さあ、スアレス。ナイス。らしいか。いやー、これは勝てない。勝てないわ、さすがに。行こう。竹下で。よし。見事なタックル。決まった。らしいか。メッシ。ギリギリコーナーではないと。ちょっとこれもらいに行こうか。どうしようか。素晴らしい。メッシ。いやー、それ去った。惜しい。したけ。すごい見えてるよ俺は今。こっちがね、神パスかましたんじゃない。久い。あー、ちょっと厳しそうだ。ほら行こう。いや、来た。くっさー、決めたかった今のは。危ない。これスアレスに来た。うーわ、メッシのシュート、えぐ。今のめっちゃ良くなかった？最高だったんだけど。メッシ、そういえばなんかメッシひげ剃ったらしいね。ちょっとまだ見たいんだよな。ちょっと見よう、このリプレイ中に見よう。メッシ、ヒゲ。ヒゲと調べば出てくるでしょ。あ、ほんとだ。あら。昔のメッシを思い出す。いやー、なんかメッシね、ヒゲ生えてるのが好きって人の方が結構多い気がするんだけど、俺ね、結構ヒゲ生えてる、めっちゃヒゲ蓄えてるメッシ好きなんだけど、今ちょっとね、ヒゲないメッシ見たら懐かしさを感じてしまって、ヒゲないメッシの方がいいなってちょっと思って、ちゃったかも今。どっちも好きなんだけど、ヒゲの方が好きだ。いやー、難しいな。同じぐらい好き、五分五分ということにしておきます、今回は。いや、でもかっこよかったな今、ヒゲないメッシ。よしよし、押せないよね。押さえるわ。よし。いやー、マジかよ。完全にタイミング見計らっていい感じにいったと思ったんだけどな。最近あれめっちゃ使ってんだよな。あー、ダメか。いや、フィジカルはね、ちょっとあんま強くないから、やっぱり。あー、ダメか。あれ、まあ、竹さん当たった、もしかして。いやー、マジか。1点決めれたな、この試合。さあ、ちょっとレアル戦を見据えて、交代要請でシミュレートしちゃいましょう。あ、ウンティティが怪我から復帰。あ、そう、なんか、なんでいないのかなと思ってたけど、あれか、普通に怪我しちゃってたのか。じゃあ出場してくれるかもね。はい、じゃあ次アウェイでビジャレル戦、こちらの方やっていきます。これ、コパデエスパーニャですね。はい、コパデエスパーニャ戦。コスパデエスパーニャ戦ってなんだ。はい、じゃあ今年プレイでいきましょう。コパデエスパーニャ、ビジャレル VSFC バルセロナ。ちょっとさ、メッシのさ、このヒゲないやつの写真、いろいろな角度とかで見たんだけど、やっぱすごいあれだね。なんだろう、ヒゲは剃るけどもう速攻生えちゃうような感じなんだね。まあ、あんだけ蓄えてたからそうだと思うんだけど、でもやっぱこうヒゲ剃ってみると
ちょっとやっぱメッシも老けたなってちょっと思っちゃったな。けどかっこいい、なんか貫禄というか、なんていうの、大人の男性って感じになって、あんな可愛かったメッシが、あーかっこいいね。どっちにしろ、さあ行こう。メッシの話はもう終わりだ。お前の話はもう終わりだ。メッシもうしないぞ。メッシの話、いやします。さあ行こうぜ。OKOK。メッシ、じゃあヒゲなくなるのかな、このゲームも。このさ、ヒゲありになってからメッシちょっと FIFA あんま似てないというか、ヒゲの感じがちょっと違かったから、似てないか似てないって感じだったけど、ヒゲなくなればね、わりかし前の FIFA とか、まあ、結構似てた方だったから、そうなってくれるのかな。嬉しい、それはそれで。むしろまた生やす可能性あるからな。どっちにしろもう嫌になって、ソルノが来た。ソレス走れ、ソレスさん、アスアレスさん、アスアレスさん、ちょっとドリブルがなんかタッチミスってたな今。さあもらいに行こうかと。押せないよ、大丈夫か。オーケーオーケーオーケー。まあコーナーコーナーコーナー、ちょっとなんか遠くに配置されてんのこれ。なんでな、なんでな。おら、うおお、やばい、ゴール決めてしまった。これはやばいゴールだよ。やってしまった。やってしまいました。いや、かっこよすぎる。かっこよすぎるでしょ。いや、これもうレアル戦に弾みをつけていく形になるよ。あ、ビジャレラの監督、こういうフェイス。ちょっともうなんでなんだ、今のゴールは止めれないぞと。竹曽絶賛。よし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 。やばい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 、来ちまった来ちまった。ちょ、レアル戦でもああいうゴール決めたかったな。さあ、前半もう終了ですけど、ちょ、もう1点決めたい。もう1点欲しい。押せない。いや、ちまったって。来たぞ、いける。いや、一回あのロールいらなかったな。ロールいらなかった。ちょ、かっこつけようと思っちゃった。かっこつけていく。いや、ダメだ。さすがにちょっと厳しかったわ。まあ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 、スーパーゴールぶち決めたんで、この試合はとりあえずいいでしょう。はい、じゃあもうレアル戦に向けてコンディションを高めておこう。さあ、ホームでレアルマドリード戦。そういえばさ、さあ来たぞ、ホームでレアルマドリード戦。こちらの方やっていこう。よし、行きましょう。まあ、ホームだからね、またうわ、睨み合ってる。いや、本当にスタミナほぼほぼマックスの状態でいけてるから、これは本当に良かったね、計算通り。じゃあ久保としてプレーでいきましょう。ラーリーガサンタンデオ、バーセロナ vs レアルマドリーズ。もうこのために、この日のためにコンディション整えてきたから、マジで決めるぞ。ちょっと前、どっちかが、レアルサポはどっち側かちょっと一応確認だけねしていかないといけないから、これそういう今ゾーンです。こっちじゃないね、そっちじゃない。はいはいはい、そっちではない。クルトワ、あの FIFA ってね、ボディタイプっていうのがありまして、各選手、いろんな選手のいろんなボディタイプがあるんですけど、クルトワは固有ボディタイプで、クルトワっていうボディタイプになってます。豆知識です。あ、ちなみにメッシもメッシっていうボディタイプです。さあ行きましょう。あ、いきなりミスしていく、そんなこと言ってたら。ちょっとちょっとやばい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 。OK、前半で決めるより後半で決めた方がいいな、サポーターの位置的に。よし、ほい、何、いや、なんだ、うお、メッシ、うわ、それ決めたらやばいわ。危ない危ない危ない、取られない取られない取られない男、取られない男、取られない男。
素晴らしい、素晴らしい、惜しい。こうクルトはめっちゃ飛ばすね。いや、いい戦いだよ。あら、ダメだったか。さあ、タケッサ、はい、こっから打ってみる。なんだそれ、そのシュートはちょっとやばいな。さあ、ここはここです。はい、あ、オフサイか、オフサイか。うん、もうパスコースはここしかないって思ったんだけどね。よし、うん、まあ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 、後半だから、本番は後半だから、こっからだから、行きましょう。マジで得点狙いに行きます。この後半はガチガチで、もう俺、チェックメイトというかターゲットロックオンしてるんで。やばい、危ね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 。ちょっと、もう勝たないともいけないし、この試合は。確かもうレアル3位とか4位とか結構上位に来てたんで、ここら辺でやっぱ勝っとかないと。頼む、パスがでかい、パスがでかい、タッチがでかい。いや、メッシさん、よしよし来たぞ、メッシ。おらって、さすがにそれは無理か。よしよしよし、め、お、来た、あ、惜しい惜しいよ。さあ、グリーズマン、相手はヨビッチ。もう分かってたけどね、ベンゼマに代わってヨビッチ来るなんて。これちょっと迷子にできる、迷子できない、できる、行っちゃおう行っちゃおう行っちゃおう。よしよし、まだ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 ある、まだある。よし、もうちょっと一人で行かせてくれ、一人で行かせてくれ。クルトワー、止めるなよクルトワー。さあ、デヨング、そしてなんか誰か、ラシカかもう変わって、結構がっつり変えて、ああ、ジェルソン・マルティンス移籍してきたからね、なんかレアル、レアルじゃない、バルサ、このこっちのキャリアで。いや、待って待って待って、これマジでいける、マジでいける。いや、もうクルトワやべえな、クッソ当たってんな、クルトワ。ちょっと落とせ、もう竹さん集めろ、もうみんな、よしよしよし、いけるいける。なんでお前打った、もうメッシ、お前って言っちゃった、ごめん、先輩にそんな言っちゃダメで、竹さん、お前なんて。ハフェルツに代わってセバージョス、ちょ、時間ない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 。いや、ちょっと激しいな、セバージョスか。竹さ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 、よしよしよし、あーつ、くそ、ダメだ、終わっちゃう、終わっちゃうよー、くそマジかよー。点決めたかったなー、この試合は。めっちゃ惜しいシーンはもうセーブセーブセーブ、これ全部竹下のゴール、ゴールじゃない、セーブでしょ。これとかマジでいったと思ったけどな、惜しい、惜しいシーンで終わってしまった。クルトワのもうあれかな、気合が勝ったって感じかな、こりゃ。いや、惜しいねマジで。いや、決めたかった。クルトはバルセロナの前に立ちはだかるって、もうここでニュースにもなってますね。はい、ってことはね、次回アウェーでアトレティコ・マドリード戦、これはね、リーグ戦ではなくてコパ・デ・スパニャ準々決勝ということなので、いや、勝ちたいねこれも、さすがに。結構今月のカレンダー見ると CL があったりと、多分ここで勝ち上がればまたここら辺とかになんか試合が入ってくるのかな、わかんないけど、とりあえず次回もね、頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、まだチャンネル登録しない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニアー。